ホテル代金を踏み倒した男の末路。俺はゴングー、大企業の末路商事で働く40歳、妻と娘と幸せな家庭を築いている。しかしそんな俺には秘密があった。ゴンちゃん、お疲れ様。おい、職場でその呼び方やめろって。だって今度の連休は家族で旅行なんでしょ。寂しい。分かったよ、来月は一緒に旅行行こうな。やったー、楽しみにしてる。俺は後輩のレイヤと不倫をしていたのだ。ただいま。これどういうこと？あなた不倫してるでしょ。いや、それは。妻は俺の不倫に気づき、探偵を雇っていた。弁護士を通じて会社にも連絡が行き、俺とレイヤは会社をクビになった。そして妻には当然離婚を切り出され、親権はもちろん妻に行った。さらに、ゴングーさん、今月中には出て行ってください。はい。俺が住んでいたのは会社の社宅。会社をクビになった今、出て行かなければならなくなった。しばらくはホテルに泊まるしかないか。俺は住む家と仕事が決まるまでホテルで暮らすことを決めた。家を借りたいんですけど。わかりました。現在のご職業と年収を教えていただけますか？仕事は今就職活動中でして。無職の俺が借りられる家はなかなか見つからなかった。仕方ない、先に仕事探すか。住所ないんじゃ就労紹介が難しいですね。そんな。家がないから仕事が見つからない、仕事がないから家を借りられない。俺は完全に積んでしまった。家も仕事も見つからないままホテル暮らしになって30日が過ぎた。ゴング様、連泊していただけるのは大変ありがたいですが、一度生産の方をしていただいてもよろしいでしょうか？まずいぞ。子供の養育費に不倫の慰謝料支払いに追われ、ホテルに払うお金は残っていなかった。俺はとっさに嘘をついた。すいません、会社経由での宿泊になりますのでまだ用意できてないです。チェックアウト時には必ずお支払いしますので。わかりました、なるべく早めのお支払いをお願いいたします。クビになった後も持っていた松戸商事の名刺を見せることで、なんとかホテルの支払いを保留にすることができた。これ以上ホテル暮らしを続けるわけにはいかない。俺は何度もハローワークや不動産屋に足を運んだ。しかし仕事も家も見つからなかった。そうこうしてるうちに3ヶ月が経ち、ついにホテル代の滞納金は100万円にも及んだ。3ヶ月経っても1円も支払われてないのか、ちょっと確認してみるか。もしもし。はい、松戸会社です。すいません、3ヶ月前からそちらの社員の方でゴングー様という方が連続でお泊まりいただいている件なんですが、料金の支払いのことをご相談したく。何のことでしょうか？やっぱり今日もダメだったな。ゴングーさんですね。署でお話を聞きたいのでご同行お願いいたします。はい。俺は詐欺罪で逮捕された。そのまま刑務所というお金のかからない宿泊先に案内されたのだった。